今日はみんな大好き、GoPro のマイクについて、今運用している、やり方をお伝えできればと思います。まずこの GoPro の、マイクを使うことに対してですね、問題点が、何点かありまして、まず一つ、ちょっと今撮ってるカメラが G8 なんで代用でね NEX 出してきましたけども、G8 とか、外部マイクがつく場合、この NX5 にはないですけど、だいたいカメラのですね、左側にマイクがつきます。でこの左側にこうマイクがついた時に、どうしてもですね、俺なんかヒラピーを使ってるんですけど、カバンをに入れる時にこう右手で取って、右手で取った後にこの向きで入れるんですよね。この向きで、そうするとどうしちゃった、もうマイクがこの下にぶっ刺さってしまうんですよね。で、折れると、この現象に本当に困っていたのがまず1点で、その次にこいつ今ちょっと余ってる1個つけてますけども、ピークデザインの、ストラップをですね、ここにつけていると、ちょうどこうストラップとこうマイクのところでですね、ちょうど反対だけど、こうやってこうずっとこうこうとここでこうカチャカチャなるっていうのが嫌だったやつ、2点で、あと外に行った時に、やっぱりカメラの、ストラップですね、カメラストラップを使っている時にどうしてもこの右、これは右にあっても左にあってもなのかもしれないけども、ちょうどストラップを巻き込んで抜けちゃうっていう事態があって、一回これを落としたことがあります。拾えたんですけどね、でこれをどうやったら止められるのかっていうところが本当に今回の問題でした。このデュアルプレートにピークデザインのマイクロアンカーを使って、で、今カメラのですね、ちょうどこの右側と、あとデュアルプレートを、この下にですねこう取り付けて、でストラップをここと、あとこの下ですね、ここにつけて、カメラを撮るということをしています。そうすると、ちょうど右側にですね、DJI のマイクが刺さった状態でもストラップをつけて、問題なく使えるというところが、解決法になりました。で、あと同時にですね、この右の上にこうマイクランカーがこうぶつかるっていうこともなくなりましたので、これで2つですね、問題を解決することができました。で、あと今度はやっぱりカバンにしまう時の問題があったので、それの解決方法として、やったのがこちらです。モビロンバンドとかでつけるのは割とこう逆に、G8 の場合は距離があって難しいんですよね。なのでちょうどここにですね、よく100均でセリアとかで売ってます、ストラップのやつ、家にですね、ちょっとこの色がついたのしかなかったので、黒があったら黒にしたいんですが、こういうですねストラップの止めるやつを、こうただここにつけるだけ、簡単でしょ、こうやって。あとこのこれをつけるとですね、このたわみが気になっちゃったんですね。でここは単純に
マスキングテープうっすら切って使いました。まあ、これであのマイクにも負担をかけずに、ケーブルにも負担をかけずに使えるようになったっていうところで、まあ、これがまあどうなるかというとですね、いざ抜けても落っこちないっていうところがまあ一番の取り柄ですよね。まあこれはですね、ちょっと NAX なんで刺さらないんですけど、まあこれが刺さってたと仮定して、使っていて落ちてもまあどこにも行かないと、こいつが。まああとちょっと機種によってはこれでカシャカシャ音も気になるかもしれませんけども、まあ使っててそんなに問題なかったですかね。はい。はい。で、まあこれで撮影をしてですね、撮影が終わって、でまたカバンにしまうときにですね、このジャックをもうそのまま無造作に外し、もうプランプランにした状態で、入れることができます。まあ、ケーブルとかですね、そのまま気にせずに入れられて、で出してまた取り付けるっていう運用ができてですね、この DJI マイクのちょっと活用幅が広がったなと。まあ、やっぱり本体のマイクで撮るよりはだいぶ DJI マイクの方がいいですよね。この DJI マイクのですね、ドリキンさんでいうハック、をしているしながらですね、最近 Vlog を撮るのがまた楽しくなったという、お話でした。はい、それでは今回は DJI マイクの、運用方法の Tips ハックを、紹介させていただきました。この動画が良ければいいね評価を、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。皆様の素晴らしき Vlog ライフをお祈りします。俺も頑張ります。ではでは。